命的な本、幸せになるの実は超簡単。学識サラのマーです。今回はダンシングスネイルさんの著書、幸せになりたいけど頑張るのは嫌、これを紹介していきたいと思います。これタイトルだけ見るとなんで怠惰な考え方なんだって思いますよね。あなた怠惰ですね。ですがこの本そうじゃなくて、これまでに幸せになろうと自分なりにたくさん努力をして、たくさん苦労してきた、それでもなかなかうまくいかない、もう疲れた、そういった頑張り屋さんが最後にたどり着く最高の本なんですよ。もうね、先に結論言っちゃうと、実は幸せな人ほど錯覚に近い世界で生きていて、憂鬱な人ほど事実に近い世界で生きていたんです。そこで今日この動画で学べるのはこの3つ。 1. お金は物ではなく〇〇に使おう。 2. 笑うスキルを持っていないと不幸になる。 3. 週末限定、この方法をマスターすれば幸せになれる。昨日でもない、明日でもない、この動画は今日幸せになる方法を紹介しているので、ぜひね、どれか一つでも試してみてください。このたった10分の動画で人生が変わるきっかけになったら儲けもんですから。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。1つ目、幸せと思い出を買うという話です。世の中には、自分はタワマンに住んで豪遊している、高い車に乗って優雅に過ごしているといった幸福商売屋みたいな人っていますよね。そういう人たちを見てると所有イコール幸せのように感じてしまうんですが、これね、実はちょっと違うんですよ。確かに消費を通して幸せの機会が増えることはあるんですが、お金があるからといって必ず幸せとも限らないんです。例えばお金持ちの芸能人とか裕福な人たちが自殺とかするじゃないですか。そう考えるとお金イコール幸せではないんです。そしてここで大事なのが、私たちが一生懸命働いて生活費を賄える最低限の収入を得ることができたら、その後はいくら持っているかよりどう使うか、これがあなたの幸せに影響するんです。ある研究によると、単に物を所有する消費よりも、友人と一緒に美味しいものを食べたり、家族と旅行に行くなど経験のために消費をした方が幸せになると明確にね、もう証明されているんですよ。これどうしてかというと、私たち人間は車や高級時計、ブランドバッグなど目に見えるものは他人が持っているものと比較してどっちが上かと比較する傾向があります。一方、恋人と一緒に行ったご飯や家族へのプレゼントなど、何かを経験するときに味わう感覚や気分は他人のものと比較できないんです。つまり自分基準、自分の価値観に合わせた行動になるので、幸福度が圧倒的に高くなるんですよ。他人と比べなくていい、自分だけの幸せ、これを持つことが大事だったんですよね。ただここで勘違いしてはいけないのが、消費行為そのものをネガティブに捉える必要はありません。私たちは消費を通して自分の好みを知ることができますし、他人と交流し、いろんな経験をして一生を大事にする思い出を作っていきます。ですから本当の自分の欲望が何なのか、これをね、常に自分に問いただしてみてほしいんです。何でもいいんです。ゲームがやりたい、ゴルフがやりたい、ファンザが見じゃなくて漫画が読みたいなど、自分の欲に従った消費をぜひね、心がけてみてください。一つだけでもいいので、新しい体験ぜひやってみましょう。ちなみに私は毎月一つはやったことないことをしてみるということを決めていて、今年はもうすでに熱海で初の一人旅、雑誌の記事に載る、映画の試写会に参加する、ゲストハウスに初めて泊まる、陶芸に挑戦など、毎月何かしら新しい体験をして、とにかくね、インプットを増やしていますが、人生そのおかげでめちゃくちゃ楽しいです。2つ目、笑い飛ばせるスキルを身につけるという話です。あなたは何か辛いことが起きた時にそれを笑い飛ばす自信ってありますかね。正直ね、恋愛でも仕事でもうまくいってない時ほどどんどんネガティブになっていきがちじゃないですか。ですがそのままだと心のバランスが悪い方向に傾きすぎて、どんどんね、生きるのが辛くなってしまいます。そこで大事になってくるのが笑うというスキルです。この笑うというのは、これまでの歴史の中でも人生で重要なものだと、もうね、証明されてるんですよ。例えばユダヤ人の強制収容所にいた人たちは、略奪や暴行などありとあらゆる被害を受けていたんですが、今日の苦痛を少しでも忘れるために工場の現場の隅で小さな講演をして笑うようにしていたんです。他にもアメリカができた頃、似たような差別があったんですが、当時の奴隷の人たちは極度の苦痛に打ち勝つために、夜になると集まって歌ったり踊ったりバカ話をして笑って過ごしていたんです。一方、そんな文化がなかった白人の人たちは、当時の奴隷たちよりも自殺率が高かったという研究結果もあるんですよ。ですから私たちも、この辛いことが起きた時に笑って過ごせるスキル、これをね、意図的に身につけておいた方がいいんです。でもね、自分はそんな陽キャじゃないし、パリピみたいにコカボム飲んで騒げないよって人もいるかと思うんですが、大丈夫。これやり方は超簡単で、自分の中で笑えるものを見つけておけばいいんです。例えば、吉本新喜劇が好きで見に行って毎回爆笑する。パリピ孔明を読むといつも笑ってしまう。初めまして松尾を見るのが一番楽しい。もうね、何でも OK。なんならこの動画の最後、今日のおまけでやっている私の渾身のギャグで爆笑しても大丈夫。そうやって自分の中で笑顔になれるものを見つけて、辛くなったらそれを見て笑う。すると、まあ別にいっか、なんとかなるっしょって明るい希望が見えてきますから。生きていてぶつかる苦しみの多くは、それに抵抗するよりも受け入れた時の方が断然軽くなるので、ぜひね、これを
意識してみてください。何かあなたの中で面白い、笑顔になっちゃう、今ハマっているものってありますかね？おすすめがあったら私も見たり、やったりしたいと思うので、ぜひね、コメント欄で教えてください。3つ目、時には意図的に立つという話です。いきなりですが質問です。あなたは SNS 中毒やメッセージアプリ中毒になっていませんか？いやいや、自分は大丈夫だよってやんやんつけ棒を食べながらこの動画を見ているそこのあなた、これから話す話を聞いてもそう思えるでしょうか？例えばインスタのフォロワーが一人でも減ったらしょげてしまったり、友達がバーベキューの写真をアップしているのを見ていいな、それに比べて自分はコンビニ弁当と不安になったりしていませんか？他にもシステム障害で仕事の資料が送れずにやきもきしたり、好きな人からの LINE の返信が確認できなくてモヤモヤする、そういった経験人生で何度もあると思うんです。これつまり多くの人が他人からの関心に中毒になってしまっている状態なんですよ。特に SNS なんかはそうやってユーザーを自己不信に陥れるようにしていて、私たちがもっと不安になってたくさんの時間を SNS に捧げるほど広告主からお金をもらえることができる仕組みになっているんですよね。こうやってね、知らないうちに私たちの関心と時間は市場で取引されていたんです。ではどうやってこの中毒から抜け出せばいいのか。そこでおすすめなのが SNS デトックスという方法です。やり方は超簡単で、平日は SNS を使う時間を決めます。例えば21時から22時までといった感じ、これだけで OK。 そして週末には思い切って SNS アプリ自体をアンインストールしてしまうんです。するとまたダウンロードしてログインするのが面倒になってきて、だんだん使わないようになってくるんですよ。この SNS をカットした時間だけはね、津波のように押し寄せる情報をシャットダウンすることができるので、自分の心と脳にスペースを持つことができるんです。ただ注意点、いきなり全部アンインストールしたりするとその反動が強く出てくる可能性があるので、たまには意図的に立つというのを心がけてまずはやってみてください。これ実際にやってみるとわかりますが、 Twitter、インスタ、Facebook、YouTube、 どれか一つね、週末だけでも立つと本当にね、余裕が持てるようになるんです。ちなみに私は TikTok の可愛い子が踊っているのを見るのを断腸の思いでシャットダウンしましたが、本当に良かった。あれは楽しいけど学びはない。この話どうでしょうか？私はこの YouTuber という仕事から SNS を削除することができないんですが、毎朝散歩するときはね、スマホを持って歩かないようにしてるんです。周りの情報ではなく、今自分の目の前にある情報だけに集中できると、あ、こんな家があったんだとか、あそこのお店がなくなっている、あ、この花咲いてきたなとか、こういったね、マジで何気ない目の前のことにも楽しみをね、見出せるようになって、本当にね、幸福感を得られたんで、これはおすすめの方法です。さらっとまとめです。1、幸せと思い出を買う。2、笑い飛ばせるスキルを身につける。3、時には意図的に立つという話でした。このには今回紹介した以外にも、もっと上手に幸せになるためのヒントが全部で58個書かれています。一生懸命頑張っているけど不安があるという頑張り屋さんにおすすめの一冊なので、説明欄にリンク貼ってありますから、ぜひねポチってみてください。2つ目の笑うという話で、まあ、ギャグをするという話だったので、やだな。今回は私が中二病の学生時代、女の子を落とすために考え抜いて作った名言を3つ紹介したいと思います。まず1つ目、これはね、口説き文句で使ってください。僕は卵だ、君なしでは生きられない、君と君をかけている素晴らしい口説き文句で、これで一中の女性も一コロでしょう。ぜひね、使ってください。はい、2個目、これも口説き文句です。あれ、この辞書間違ってるわ。美しいって探しても君の名前が出てこないもん。これはね、辞書がある場所、例えば図書館でやるのがおすすめです。相手がどんな反応するのかは知りません。はい、次3つ目、これはね、 75% うまくいくナンバ方法。道端で綺麗な女性が来たらこう声をかけます。へい、彼女、これから一緒に無茶しない？無茶？お茶じゃなくて？で返事をされればもう成功なんで、新橋のね、コリドー街とかでぜひ使ってみてください。どうでしたでしょうか？少しでもクスッと来てたら嬉しいですが、滑ってたらほんとすいません。この動画ね、今6歳の娘が将来見つけて、パパがこんなことを言ってるの知ったらショックだろうな。恥ずかしい。学識サロンは YouTuber さんのためのオンラインサロンを運営していて、おかげさまでメンバー300名以上、その他にも登録者5万人以上の運営者は100名以上参加してくれています。YouTube は本当に難しくて、2023年はさらに難易度が上がっています。実は YouTube には明確なコツがあります。それに気づけないで運営していたら、1年経っても登録者1000人達成できないことがリアルに起こってしまいます。そこでこのサロンでは YouTube のコツをみんなで学ぶために、こういった9つの特典を用意しています。あと私からの直接アドバイス OK ですし、今このサロンに参加した人限定で、伸び悩んでいるチャンネルを劇的に改善する裏技7選、これを無料でプレゼント中です。ただね、 YouTube は簡単じゃありません。本気でやらないと成果は出ませんので、本気で YouTube 頑張りたい、副業で稼ぎたいという方のみお待ちしております。一緒にね、オフ会とかでお酒飲みましょう。お待ちしております。さよなら、さよなら、さよなら。